お疲れ。部活終わったん？カップスタ。めっちゃお腹空いてさ。うるさいな。なおはカップスターが大好きやから。昔ってけど、パパが子供の頃から食べてたって言ってたから歴史ある商品やな。君とも幼稚園から10年以上の付き合いやから歴史あるな。は？そんなことあったっけ？全部食べるんです。あ、そういえばクラスの女子が噂しとったで。君が保健室にしょっちゅう行ってるって。保健室の先生が目当てなんちゃうんかって。ま、なおには関係ありませんけど、君が誰を好きになろうと関係ありません。もう帰るん？ちょっと待っとってよ。もう暗なってくるよ。昔からなお守んの君の役目やろ。私の好きなカップスターは醤油。めっちゃ美味しい。